世田谷区の二子玉川地区に進出する予定だったデジタルコンテンツ事業の誘致計画が頓挫し、東京都から区に対して補助金の返還を求められている問題で、保坂区長は今日の会見で陳謝し、自らの給与を一部カットする方針を明らかにしました。この問題は2010年度に二子玉川地区にデジタル事業誘致を見込んで NPO 法人に拠出した区や都の補助金およそ1900万円が法人の経営悪化により返還されていないことから、都は区に対して拠出した補助金およそ900万円の返還を求めているものです。今日の会見で保坂区長は結果的に区民の税金が返還に充てられることについて陳謝しました。補正予算を組んで都に返還するという結果になり、区民の皆さんにご迷惑をかけることになって、誠に申し訳ありません。ここに深く、お詫びします。また保坂区長は事業選定に関わった組織の長としての責任から減給とし、自らの月給を1ヶ月分 20% カットすると表明しました。さらに法人に対しては今後法的措置も視野に検討するということです。